今ですね、クリーンベンチのところにですね、3つほど瓶を並べて、で、1つは右側にですね、宇宙蘭をちょっと置いたんですけど、今、ここにある瓶なんですけどね、まあ、ちっちゃな芽が出てると思うんですけど、これは宇宙蘭の、形状なんですけども、その形状ですね、女房は、消毒をしまして入れました。あ、今までなかなかうまく女房は入らなかったんですけど、今年はですね、このように成功しています。宇宙蘭で言いますとですね、ちょっと今花が終わったところを今撮ってるんですけど、ちょっと今刺しますからね。この部分ですね、この部分が、まあ、この宇宙蘭の形状になります。まあ、下はこのように花が咲いてですね、咲き終わった花柄がこう茶色くなってますけど、ここの一番上のところはですね、花のつぼみにならなかったところの、まあ、形状ですね。まあ、ここの部分をですね、消毒して瓶の中に入れたわけです。ところが、まあ、普段空気に触れてますから、こういうところには、まあ、雑菌がたがってるわけですから、なかなか消毒難しいんですね。小さな部分ですから、消毒が強すぎるとこの組織死んじゃうんですね。まあ、それなんで、どのぐらいの処理をすれば大丈夫かってことなんですけど、まあ、弱ければカビやコンタミが出てしまいますね。強ければ組織が死んでしまって、まあ、ちょうどいいところっていうのはなかなか難しいですね。で、今年、まあ、このように、成功したわけですけども、これ実はですね、塩素系のもので消毒をしたんではなくてですね、銀イオンを使って、銀のイオンですね、銀のイオン水、まあ、それを使って、消毒しました。まあ、よく細かい粒子のですね、細かい粒子って目に見えるレベルじゃなくてイオンのレベルの、まあ、粒子の金属類は殺菌効果があるっていうことで、まあ、実際このように入ったってことはきちんと殺菌ができた、まあ、そういうことになりますね。まあ、空気中の雑菌、カビの胞子ですとか、あるいはウイルスっていうんですかね、そういうものが空気中にはあるわけですけども、そういうものをきちんと銀イオンが消毒をしてくれたので、まあ、このように培地の中にですね、カビやコンタミが出てないっていうことです。まあ、これでその銀のイオン水が本当に消毒効果があるかっていうことに関しては間違いなくこのように成功してますんで、消毒効果があるということですね。